Thank you.
通常はこのように完成していない楽器で演奏するということはまあないんですけれども、今日はどうしてもそれでもね、皆さんに聴いていただきたいと思って録音をしました。7月6日に、これ録音しているんですけれども、今日多分これで動画がアップすると思います。で、今日は何の日かと言いますと、日本にピアノが入ってきてちょうど200年という年なんですね。で、そして今日の7月6日は、今日ピアノが日本に到着した日なんです。で、その時に、到着した楽器というのが、このようなスクエアピアノというタイプの楽器でした。で、今のようなグランドピアノではなくて、このような楽器が日本には最初に到着したわけです。医学の分野でとても有名なシーボルトが運んできました。で、今その楽器は現存していまして、山口県にあるそうです。ですけれども、この楽器のモデルではないんですけれども、このようなスクエアピアノという、四角直方体の楽器が日本に入ってきたわけですね。そして今演奏したのは、ベートーベンの月光ソナタ。で、ベートーベンはこれ1770年生まれで、実はこの楽器もモデルが1770年なんですね。なので、こういろんな組み合わせとかと考えて、やっぱりこれしかないなと思って今日はこれを撮っています。この月光を選んだ理由として一番大きなことは、まだこの楽器はダンパーというものがないんです。ダンパーというのは弦を、フェルトなどで押さえて、弦を音を止めるわけですね。要するに鍵盤を押さえたら、その上げた瞬間にフェルトがくっついて、音が消音するという仕組みがあるんですけれども、それがまだない状態です。曲によってはそのダンパーをつけないでくださいという指示があるわけですね。で、その中で有名な曲というと、やっぱりこの月光ソナタの一楽章に関してはベートーベン自身が、一番最初に、言葉を書いていまして、でそこにはこのように書かれています。はい、なので、このもちろんベートーベンはね、ちゃんとダンパーがある楽器でダンパーを全て外して演奏するということを想定していますけれども、今はこの楽器はダンパーが何もない状態なので、この機械でしか聴けないかなと思って録音をしました。ご覧の通りまだ鍵盤とかも、ここにこのようなネームバテンというものが入ったり、あるいはこの鍵盤の表面に、いろんな薄い材を貼ったりするんですけども、そういうこともまだしていないし、ダンパーがついていない。それが楽器の高さがもうちょっと変わる予定になっています。そんなようなこともいろいろ変わっていきますけれども、もう少しで完成に近づくかなというところですね。これで完成したら別の曲を演奏しようと思いますけれども、楽しみにしていてください。じゃあ面白かったらグッドボタン、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。